ラピテス族とケンタウロスの戦いは、イタリア、ルネサンス期の画家ピエロディコジモが1500年頃から1515 15年頃に制作した絵画である。油彩。主題は、ギリシア神話の有名なエピソードであるラピテス族の王、ペリトースとヒッポダメアの結婚式で起きた、ケンタウロス族との戦いから取られている。おそらく、フィレンツェの宮殿のカメラに設置されるスパッディエーラ。 あるいは長腰掛けの聖高婚礼用の家具滑走音の遺体として制作された。ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されているが、2020年8月時点では展示はされていない。ヒッポーダメイヤの髪を引っ張るエウリュトスに対し、髪を投げつけようとするテセウス。ミケランジェロ・ブオナローティの百4 9 2年頃の彫刻、ケンタウロスの戦いカーサ・ブオナローティ所蔵。 オイディウスの変身物語によると、テッサリア地方のラピティス族の王、ペイリトースは、ヒッポダメイヤとの結婚式に、ケンタウロスを招待した。ところが公職なケンタウロスたちが酒に酔った勢いで、花嫁を奪おうとしたため、たちまち会場は大混乱となり、女をさらおうとするケンタウロスと、それを防ごうとする、ラピティス族や、他の地方から出席した英雄たちとの間で激しい。 戦いが起きた。結婚式に招かれた、ケンタウロスの中でも特に凶暴なエウリュトスが、花嫁のヒッポダメアの髪を引っ張って連れ去ろうとすると、ペイリトースの親友テセウスは、浮き彫りが施された酒髪をエウリトスの頭に、投げつけて倒した。グルネウスは、近くにあった火が焚かれた祭壇を持ち上げて、ラピテス族に向かって投げつけた。ペイリトースは、 お菓子の木を引き抜こうとしているペトライオスを投げ槍で倒し、ペリトースに追われたデクテスは崖から滑落して、トネリコの木に銅を刺し貫かれ、テセウスはビアノルの背に飛び乗って、棍棒で米紙を殴りつけた。アキレウスの父、ペレウスは盾持ちをしていたお気に入りの若者クラントルを殺したデモレオンを槍で撃った。この物語で特に印象的に描かれているのは、 ケンタウロスのキュラロスとヒュロノメ、そしてラピテス族のカイネウスである。キュラロスとヒュロノメは愛し合う関係にあった、美男美女のケンタウロスで、共にペイリトースの結婚式に出席していた。ところが、戦いの最中で何者かの投じた槍がキュラロスを貫いた。ヒュロノメは慌てて、手当てをした。しかしキュラロスの死を悟ると泣き叫んでキュラロスに、刺さっている槍で我が身を貫き、 生きたえながら、キュラロスを抱きしめた。一方、ケンタウロスに囲まれたカイネウスは、不死身の肉体を誇ったが、オトルスさんの木を幾重にも積み重ねられ、その重みに耐えかねて生きたえた。ピエロディコジモは横長の画面に、ラピテス族とケンタウロスの戦いの前景を描いている。ペイリトスとヒッポダメイアの結婚式の式場を、洞窟から開けた屋外に映していることなど、 いくつかの点を除けば、オビディウスの変身物語に準拠している。ただし、主題の扱いは独特であり、戦う人物像のグループをいくつかに分けて描いている。さらに、結婚式の会場を画面中央の上部に配置しているが、エピソードの中核であるヒッポダメエアの略奪を、 画面中央からやや右の位置にずらし、逆に二次的だが印象的なエピソードであるケンタウロスのキュラロスとヒュロノメを画面中央の下部に配置し、戦いよりもむしろ恋人たちの悲劇に焦点を当てている。そもそも、オウィディウスは、不死身の英雄、カイネウスを語るために、ケンタウロスの戦いについて語っているが、カイネウスは背景に小さく描かれているに過ぎず、 オイデウスの本来の意図に忠実であるとは言えない。テセウスは、維持同図法的に複数の場所で描かれている。絵画の注文手、制作年代、制作経緯は不明だが、おそらく男性の注文主の結婚の際に制作され、主題は、夫婦となる男女への教訓として選択された。絵画と、変身物語との間に詳細な対応が見出せる、ことは、画家や、 画家の周囲の知識人たちにこの主題がよく知られていたことを示している。図像の源泉としてはカーサ・ブオーナローティに所蔵されているミケランジェロ・ブオーナローティの初期の彫刻、ケンタウロスの戦いとの関連性が指摘されている。画面右では英雄、ヘラクレスの姿がある。ヘラクレスは変身物語のペイリトースの結婚式の場面には登場しない。ヘラクレスは ネメアの獅子の毛皮をまとい、頭に月桂樹の冠をつけている。腰には矢筒がぶら下がり、足元には弓が転がっている。ヘラクレスはケンタウロスの首を掴んで押さえつけ、棍棒で殴出しようとしている。背景の木々の上に描かれたケンタウロスはディクテュスである。彼は崖の上から投じられた岩で押しつぶされようとしている。 円形では三夜をかけるケンタウロスたちの姿が描かれている。彼らは手に結婚式場から略奪したものを持っている。結婚式の式場は画面の中央に配置されている。女をさらおうとするケンタウロスと彼女たちを守ろうとするラピテス族の男たちが争い、式場の式物は踏み荒らされて乱れ、食卓に並べられた料理は見る影もない。画面のやや右側では、 より大きな争いが描かれている。ケンタウロスのアミューコスは火のついた食材でラピテス族と戦っている。その右横ではラピテス族のエクサデオスがアルテミスに捧げるはずだった鹿の角でグリネウスを攻撃しようとしている。キュラロスは中央の前傾ですでに倒れており、恋人のヒュロノメは彼を抱きしめて口づけしている。画面右では浴場したエウルトスが花嫁、 ヒッポダメイヤの髪を掴んで引っ張っていこうとしている。ヒッポダメイヤの服は、乱れ、肌が露出している。これに対してテセウスが大きな逆亀を投げつけようとしている。一方、ケンタウロスのグルネウスは火がついたままの祭壇をラピテス族に投げつけるべく持ち上げている。その横では、ペイリトースがペトライオスに槍を投げるべく構えている。前傾では再びテセウスが登場し、 ビアノルの背に飛び乗り、背後から梱包で撃とうとしている。キュラロスとヒュロノメと並んで印象的なもう一人の人物、不死身の英雄、カイネウスは背景に小さく描かれている。カイネウスはケンタウロスたちに囲まれ、木々で撃たれて地に倒れている。来歴についてはほとんど不明である。年にフィレンツェで初めて記録された後、画家、 イラストレーターのチャールズ・リケッツとチャールズ・シャノンのコレクションとなり、チャールズ・シャノンが死去した1937年にナショナルギャラリーに依存された。ありがとうございます。